率直な感想を言うと、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。これから、プロの世界に入って大変なこととかもあると思いますが、死に物狂いで、絶対に這い上がって活躍したいと思います。こう言葉が出ないというか、こうやっぱ込み上げてくるものというかやっぱあるんで、そうですね、胸いっぱいになりました。はい、こうまあ喜んでくれる人が周りにたくさんいたんで、はい、自分は幸せ者やなと思います。そうですね、やっぱりどんな場面で出てもやっぱりその任された回数っていうのはきっちり投げ切って、打者を出さないぐらいの勢いで投げていきたいと思います。はい、自分はプロでは抑えでやっぱどの回で出てもショートイニング誰もランナー出さんようなピッチャーになりたいと思ってます。はい、